の髪型好き。本当食べなんか食べたんですよ。食べた上で持って帰ったってこと同じやつ美味しかったから。そう髪型巻いた。ちょっとあのチャートリコーの時にちょっと巻いたんですけど、あれが初めてだったんですけど、あの時とはまた違う巻き方をしましたね。何弁よ、お手紙載せたえ、送ったよね。え、送ったっけ。中華弁当です。そうよね、確かに昨日ロケでね、一日食べるロケだって言おうたりしてたのに。すごいよね、人間ってすごいよね。僕今めっちゃ空腹だしね。昨日のこの時間帯お腹いっぱいで死んでたのに人間って不思議。よいしょ。ヘタレたちよ発売日。何や、ちょっと待って。ヘタレたち発売日。なんか キビーな1位。感謝、感謝すごい片言のやつあ、消しちゃったよ。ヘタレたちよ発売日オリコンデイリー1位感謝なんかやだな7つにしようか。ちょっとタイトルちょっと大事だけど、7つ。感謝です。いけ7つ。私は意地でも7つっていう。てか他の言い方わかんない。セブンスセブンスかな。ヘタレたち発売日、皆さんの、私本当にショールーム始めるまで、あのハッシュタグヘタレたち、ハッシュタグヘタレエピソードをずっと見てたんだけど、そう推しメンがいるとみたいな、そういう微笑ましくて微笑ましくて、そう私の名前をつけてくださってるハッシュタグSTU4 っていうと、ハッシュタグヘタレたち、ハッシュタグヘタレエピソード、ハッシュタグ石田みなみってつけてくださってるやつのとこも、石田みなみって調べて出てくるから、そう見てて微笑ましい。でね、あの23時59分まであのトレンド企画をやっているので、ぜひあのツイートしてくださると嬉しいですそしてね、あのテロップにも書いてるんですけど、オリコンデイリーもありがとうございます。1位本当に嬉しかった。めっちゃね、広島城で、あの広島城で、あのちょっと待って、よいしょ、そのトレンドもねチェックしてんだけど、入ってないので、まだ23時59分までなので、ぜひともよろしくお願いします。そう回線が残念。ごめんなさい、回線もちょっと介入できないごめんな、それはすいません、せっかく見ようと思ってくださったのに申し訳ないです。そうだよね、アーカイブとかもないしね。そうだよね、ごめんなさい。ごめんなさいしか言えない、ごめんなさいごめんなさいしか言えないです。ごめんなさい本当に、うん、本当にあの出てくる言葉がもう
この言葉にそぐう言葉がすいませんです。ごめんなさい、申し訳ございません。そう、回線はね、アーカイブある、アーカイブある、あ、そうなの、知らなかった。うん、そうですね、あのとてつもなく、あのちょっと専門的な言葉を言うんですけど、ヘタレタチオの2分45秒バージョンとヘタレタチオのフルバージョン、どちらも披露させていただいたんですけど、フルバージョンはちょっと顔面見れてないかわからないんですけど、2分45分バージョンはカメラワークがめためと神だったんですよ。そう、だからあの見てほしいなと思って、そう、そう、最初のパフォーマンスで、なんか広島城の線に行ってから振りようかなと思ったんですけど、そう、下手今作のリリーベというか発売記念ライブ、ラインライブが広島城でさせていただいて、本当にメールにも同じこと書いて、メールと同じこと言っちゃうんですけど、なんか瀬戸内を拠点に活動してて、 STU48 号があった時は広島県が母校であって、そんなとこの本当に何だろう、広島県の方が大事にしている広島城でこうやって STU48 がリリーベというかさせていただける、支えていただくことが本当に光栄なことだったし、めちゃくちゃ嬉しかったし、そこでオリコンデイリーチャート1位っていうランキングも発表されてめちゃめちゃ嬉しかったし、そうで、自分がその場所に立ててるのは皆さんのおかげだなって強く思いました。で、なんか台本もらった時に私喋るとこが一切なかったので、そう、なんか振る人とかも決まっててでなかったから、なんかファンの方が見てくれている以上ミーヒーに喋らんとと思って頑張ってた。ガヤ芸人だったマジで。そう、ガヤ芸人でした。ガヤ芸人でした。通信が途切れ、あ、それさっきも話したんですけど、ごめんなさいしか言えないので、あのアーカイブに残ってるらしいので、ぜひ落ち着いた通信状況で見てくださると嬉しいです。それはちょっと私たちは申し訳なかったしか言えない。かなり喋ってる、本当？でも私台本に名前一個もなかったよ。よかった。そうで、みほりんのことをちょっとぶっこんじゃったから大丈夫かなと思ったけど、みほりん全然笑顔で話してくれて、よかった。ガヤでしてたし、こういうのってあの、なんだろう、私たちで盛り上げていかなきゃいけないから、そう、とりあえずあの座っててもマイクはずっとここに持ってた。なんか人間ってさ、生きとったらさ、何か起きた時に自然とさ、え、びっくりしたとか出るじゃんか。でそれをマイク下ろしとったら入らんから、もう自分が喋る番じゃなくてもずっとここにマイク置いて。そうそう、意識してました。それはそう、なんかマイク下げるってすごいもう喋る気ない子に見えちゃうし、そうそうそう、喋る気満々だったから。いや、なんかあの2分45秒バージョンの時にすごいなんか歌わり、人は誰だって慣れしない生き物っていうとこが歌われなんですけど、そこをね歌わり、あのカメラマンさんが入ってくれたんですけど、私が3人1、2、3って言ったら一番こっちなんですよ。だからね、人は誰だってっていう、なんか大半がさ、ここでずっとカメラがここで切れててさ、で私はさ、あの画面とか見えてないから、後々見たらなんか遠隔だったから、遠隔じゃないな、広角だったから3人映ってたんだけど、なんか私全然カメラ来ないと思って、なんか私のあの感情としては
もうずっとここの2人で画面カメラ私で切られてると思ってて、あ全然映んないなと思ってて、ね、だらしない生き物ここで来たよここでやっとカメラが向いて、でももうって言ったらもうここでも移動だからささよならと思いながらささよならとまた羽ばたいてたさよならと思って、でもすごい手出すとこにカメラがあってぶつかると思ってさめっちゃ出たって言われてて、そうティフがね、アカリンがめっちゃ映って私全然映らなかったから、そうちょっと期待してた。てんてれてれてれてさよならを目指す、めっちゃ楽しかっためっちゃね、あの寒かったんだけど、なんか STU48 のあのヘタレたちを、ナノメミシングヘタレたちをすごい動く曲で、普通に室内のライブハウスとかでやるとすごいめっためった大変なんですよ、暑さと。でもその限界を突破するから伝わるものもあるからいい曲だなと思うんだけど、なんか寒かったからちょうどよかったそう動いてるのと寒さでなんか中和されて、そうなんかすごい楽しかった下手くそ、ダンスが下手くそ、語彙力かいもん発売あ、ペンライトの振りはなんか何人かのメンバーが撮ってて、私見てたんだけどめっちゃ簡単だよ確かに、あのなんだろうカノンで上げてってとかはないから、その順番に端っこからみたいなのないのであのぜひともね、どこでヘタレたちがまた皆さんの前でお届けできるかちょっとわからんのですけど、その時にはぜひ覚えてやってください。実は私ね見とったら見てただだけで覚えちゃったから、今踊れるんだけど動画上がってないのでおとなしくしておきます。そう、私いろいろ発表されてインストアライブひなはインスタライブって言ったよね。そうなんか発表するメンバーがなんかひなとマイキューとチホとかだったんだけど、ひながすごいね目が悪くてカンペが見えてなくてインストアライブをインスタライブって言っててインスタライブって言ったよねすごいね、誰が言ったのか分かんないけど、それは勝手にしてもらってって誰かがガヤっててガヤをそれやっててめっちゃ笑っちゃった確かにと思って、そうでひな自身がインスタライブって言ったことに気づいてないから訂正もなくてでもまあちゃんと画面がインスタライブって文字で画像が貼ってたから大丈夫なんですけどそうインストアライブで瀬戸内のどこかで12月25日クリスマス、いや自分が選ばれるのか分からんけど、 STU48 としてこういうイベントが徐々に復活できるのが自分がいるいないなしにしても嬉しいことだなって思いました。あコメントもインスタってなってたそうなのすごい、それは見えてなかった。そう楽しみ、楽しますじゃない、楽しみですクリスマスっていうコメントで映っちゃった、楽しみです。あとあの全国瀬戸内の高校とかあの軽音楽部の学生を募集してみたいな、その勝ち残っ、どういう形式なのか分かんないんだけど、勝ち残ったあの軽音部の人とライブでヘタレたちを一緒にパフォーマンスするっていうのも発表されたりだとか、そうあれすごいですね、めっちゃ嬉しい。なんだろう、やっぱり瀬戸内を拠点に活動している以上瀬戸内の方とどんどん携わっていきたいなってすごい思ったから、そうそうそう。でもう一つがあの四国の楽曲、ちょっとタイトルちょっとガラス瓶があの MV 作成が始まる、 MV 作成の裏側まで全部見せちゃいます、そしてついでに出演してくださいみたいなタイトルだった気がする。そう
これはちょっと私立ち座らないんですけどけどめっちゃさ、昨日台本送られてきてそこで知ったのよ全部で、えーだ、すごく MV あるのって、楽曲いただいてることでさえ私たち羨ましかったから、えー、すごく MV いいなって言った。あかりんが、私もあれで知ったんだけどって言って、マジってさすごいあれだねって、あのファンの方にサプライズをするなら、あの身内のメンバーからサプライズっていう方式なのかなっつってそうだから、あのなんかどういう形で流れるか、11月17日に配信番組としてその MV の全貌っていうか全て密着みたいな感じらしいっすいいですね、ファンの方がいてこそのアイドルっていう、それをみんながみんな実感するというか、改めてありがたさを感じるというか、そう、私は出演しないけど、なんかなんだろう、その MV を見ると原点に帰るとか思いません？なんか下手くそだけど、なんていうのかな、アイドルとファンの方で一つの作品を作り上げるって、言葉通りで言ったらそうだけど、一つの作品けど、アイドルとファンの方で一つの何かを作り上げるって、アイドル人生のまとめだと思うのよ私は。そうだから、自分とかじゃなくてそのアイドルとファンの方の関係性とかを見ると、なんだろう、今後も一緒に何かを作り上げれるように頑張りたいなって思うから、そう、なんか自分がいるいないとかどうこうの前に、すごいなんだろう、原点というか初心に帰れるミュージックビデオになるんだろうなと思ったら、期待でワクワクですねドキドキ。でも羨ましい羨ましい。でもカップリングのミュージックビデオとかが定着していったらいいですね。あとすごい今回特典映像がすごい盛りだくさんで、ずっと言ってたんですよ、特典映像をつけてほしいって。あの、私なんか私のおかげでみたいな、違って、そういうことじゃなくて、そう、ミチとかと結構話してたりとかしてて、特典映像って大事だよねみたいな、特典映像ってすごいなんかなんていうの、そうっていう話をよく2人でしてて、でなんかジャケ写の撮影の時も2人でずっとそういう話をして、なんか今回どうなんですかとか聞いたりとかしてたんですよ、ちょうどミツと一緒だったので現場が。だからあの特典映像に入ることは私今日知ったんですけどなんだろう、あんな内容みんなと一緒に知ったんですけど、まあ、なんかタイプ A がナナさんが、まあ、まずヘタレたちよのミュージックビデオの MV のメイキングがまず入るのと、ナナさんがズームで兼任解除の発表を私たちにしてくださったんですけど、それのそれ知らなかったんだけど、それの全部が入るらしい。どういうなんかどういう反応したか覚えてないし、これ使わないと思ってたからすごいオフな気がするから不安だねっていうのと、あのミュージックビデオの中でユミコがナナさんに宛てた手紙のやつ、あれ違ったっけ対談か、対談、ミチュナナさん、ココア、ユミコの対談と、でも私たちも対談ではないけど、ナナさんへの思いを実はその中に語らせていただいてて、一人ずつ、そことかもちょっとドキドキ、どういう風に喋ってたかはちょっと覚えてないけどそう、あのズームは私なんかすごい多分予想してなかったから、その選抜発表っていうことはぶっちゃけうすうす気づいてたというか、そう、なんか発表されて、でそのすぐ全員での、そしてキングさんが主体のズームのゲストじゃない、ホストっていうのかな、だったから、その選抜はちょっと薄々気づいててすごいドキドキしてたのよ。で、あのファンの方に知らされた選抜発表の
順番と全く一緒の順番で発表されたから、私名前飛ばされて、そう石田、そう岩田ひな、今村美月岩田ひなみたいな感じになって、すごいあの絶望に駆られたからの最後から3番目ぐらいに石田みなみって呼ばれて、わっってなった後のナノさんの活動自体、活動して兼任解除だから、なんか会場がなんかふぅあーふぅあーうみたいなさ、だから自分がその時どういう感じだったのかをなんかもういろいろありすぎて覚えてないのよそうそうそう、だから私も見るのが楽しみです。そうそうそう、テレビが私はないのであのあかりについても行こうかなって思ってます。そう、もうちょっとで多分私も届くので、多分明日とかかな、届いてたのかな、今日ピンポン来てて受け取れてないので明日受け取ります。なので結構特典映像も盛りだくさんで、タイプ B タイナ、うん、そう、なんか感じで、スマホで見れる DVD、 何それ、高い高いですかね、自分私でも手が伸ばせる金額でしょうか。みーちゃんのチェキも届いて、 AB も、あ、本当にいいね、ここ持ってる、この方が実際手に持ってたやつを、そんな方がテレビに映るという。みーちゃんの話し会初めて参加します、嬉しい、何日だろう、嬉しい、ありがとう、再販で撮ってくれたのかな、嬉しい1万円くらい、電化製品ってそれぐらいする、うん1万円はね出せんなちょっとすごい庶民アイドルそうね、お話し会も来週だね、お腹ちょっと服全然届いてないけど大丈夫かな、遠かったら届くか、リリースおめでとう、ありがとう。こうやってね、あの曲があの年2回リリースできてるのもファンの方の支えがあってこそなので、お腹なっちゃうごめんね私たちが一人で個人として頑張った結果ではないので、頑張った結果でもあるんだけど、そう、でもやっぱ一番ファンの方のお力だと思うので、あ、ばばばばいやー恥ずかしい、お腹鳴っちゃった、お弁当あるけどね、めっちゃ鳴っちゃった、健康的お腹ちょっとどうしようかな、恥ずかしい、今めっちゃ恥ずかしい、え、めっちゃ恥ずかしい、え、めっちゃ恥ずかしいあすごいお腹空いちゃった、うん、お腹良くなるじゃんって感じなんだけど、ちょっと食べ物探していく食べ物が、お弁当あるんだよね、でもお弁当をね食べて美味しいと思いたいんだよね、なんか中途半端にやりたくないんだよね、恥ずかしいから動いちゃう恥ずかしいから動いて、可愛いって言ってくれてありがとう恥ずかしい、見つけた、見つけた、ヘタレエピソード内容に公開、なんでよ、今私がツイートできる、ツイートできる携帯がこれだからさ、できないんだけど、もしツイートできたら配信中にお腹が鳴ってしまうことってつけるわ、ハッシュタグヘタレタジヘタレエピソード、じゃあ誰か代わりにハッシュタグヘタレタジ、ハッシュタグヘタレエピソード、ハッシュタグ ST4 とつけて、推しメンが配信でお腹鳴ってるのを、鳴ってるのが可愛すぎて画面前でニヤきたってツイートしててください、あ、しないでいてつけてあの本当にニヤけたなら私の代わりにニヤけた、にやけてコメントできんかったにやけて恥ずかしがる推しメンを慰めれなかったこっからの付属は堂々でもないです
12月18日に参加します。この間のチャートリー公演のパフォーマンスにくれました。だってよみんなだってよだってよだってよ。なんかね、あの私の個人的に頑張るっていうか、今もあのテロップに書けないんですけど、文字数的7枚目のお話し会の再販が今絶賛受付中なんですけど、なんかやっぱりどうやってもお話し会って私が来てって言ってもそこからお話ししようって皆さんが思ってくださるから対面ができるから、一方的に私が話したい話したいと思ってても成立しないから、みんなが行動に移してくれることが本当にありがたくて、だからすごい私はなんかみんながそのみんなのおかげでしかなかったから、私に何ができるだろうって思って宣伝をしっかりするっていうのと、宣伝画像作ったり、なんだろう、宣伝画像作る方も苦手な方もいて宣伝できないって方もいたから、ぜひ私の宣伝画像使ってくださいっていうフリー画像にしたりで、なんか受付中とかやっぱりそういういうことでしかできないから、ファンの方も宣伝頑張ってくれてる以上、私は公演とかその番組とかイベントで、え、みーちゃんかわいいみたいな、みーちゃんと話したいと思ってもらって、お話し会にもし来ていただけるのが、もし来ていただけるのが、なんかファンの方と一緒に頑張る私ができることなのかなと思ってるだから嬉しいそう、そう、私が頑張るとこはそこかなと思って、なんだろう、全部のお仕事を頑張ろうと思ってるので嬉しいですね嬉しい。気がついたらポチちゃった、みんなの破壊顔がタイプ、嘘、髪切ったからかな、髪切ったから顔タイプって言われること多いんだけど、私本当にあれなのかな、顔の骨格的にボブが似合うのかな。ツイートしてきた、あ、マジでマジウケる、ありがとうありがとうもうありがとうなのかも分かんないけど、ありがとう。実はショートカットコードがネジあ、今日あの千穂ちゃんも髪の毛切ってて、あ、ちょっとごめん、切ってきた。そう、ミーヒンとお話し会はハードル高いと思ってるおじさんはこちら、え、ね、私のファンの方言ったって全然ハードル高くないよね、本当にショールームでコメントねポンポンできるならマジこんなんだから、同じスタンスで話しかけてくれれば全然みんな言ったってそう、お話し会の客観的な私を知ってるのはみんなだから私より言ったって今ちょ、千穂ちゃんも髪の毛切ってて、そう、私より地位短くってボブ医師だって言ってた、二人でずっと二人で写真撮ってたり、メールをしようと思ったけど時間なくて送れなかったので明日送ります。そう、ボブ医師だねって言って、もうチャートへの髪長い方短い方とかもできんじゃんっつって、どっちも一緒やっつってそうそう、みーちゃんが話してくれるのでわいはずっと笑ってますそういう人もいるし、なんかなんだろう、そんななんかポンポンわかるわけじゃないけど、この方は話をしてほしい人だとか、この方は話を準備してくれてる、用意してくれてるなって思ったりとかしたら、なんかうんうんって聞くか、ウェーっていくか、どっちかそうオンラインではみーちゃん緊張する、なんで、逆に画面の方が緊張しなくない、だって握手会とかだったらさ、お話し会、あの会えるお話し会もそうだけど、後ろに人いるじゃん、とか剥がしの人がいたりとかさ、誰かに聞かれてるじゃん、そう、絶対。でも
お話し会の後秘密だおこう秘密だおってみんながあのお話し会のレポとかで書いたらもう秘密じゃないけどどこにも出さなかったら秘密になるんだよ。どっちも緊張しなんでよ、慣れてよ始まる前まで、あ、まあそれはちょっとわかるかも。推しだもんねあと何人目とか考えたらドキドキしちゃうね。推しだもんね、私わかるうん、でオンラインもスタッフさんいるけど見えないじゃん聞かれてる意識はないじゃん今おばばの登録してくれありがとう、ファン増えたやった嬉しいねみんな。これ私がね嬉しいというかね、私のファンの方はね、あのなんだろう、みーちゃんの魅力もっと広まりでと思ってるタイプが多いから、そうなんかみーちゃん推しが増えたくーってよりかはようこそってあの遊園地方式だからっていう家系お寺お寺よさあのちょっとあのファン増やしといてファン減るようなこと言っちゃうんだけど、ちょっとあの反省してるっていうか、あの遊びなんだけどね、遊びなんだけど遊びだよ遊びだよ遊びなんだけど、今日私が机に座るんじゃなくてちょっと寄りかかってたんですよ。なんだら私の担当マネージャーさんが机に座らないでって言われて、いや座ってないよっつって、いや座ってるでしょって、いや座ってないじゃんみたいな私ちょっとそこちょっとタメ口になっちゃったんだけど、座ってないじゃん見てみたいな感じ言ってたら、他の女性のマネージャーさんがはい分かった分かったって言って椅子を引いてくれて、ここに座りにしゃいって言って座らせてくれたの。だから私がいやこういうとこよっつってそう、なんかそんな注意じゃなくて椅子引いてくれたらいいじゃんみたいなこと言って、何様だみたいな、うわーってやってたら、その椅子引いてくれたあの担当じゃない女性のマネージャーさんが、みなみちゃんまで反抗的なキャラにならないでって、みなみちゃん大人でいてこのままって言われて私が狂犬からキャラになったらもう大変ですねってみなみちゃんはこのままでいてお願いって言われてそうめっちゃ面白かったそう、もうみなみちゃんまでもうこんなキャラになったら大変大変って言われてるちょっと誰の言ってこと言ってるか知らんけどそのなんだろうな、その方は多分誰の担当だっけな、誰だろうそうだからちょっとファンの方今増えたって言ってる状態でちょっとね減らすようなこと言っちゃったでもなんか別にその女性のマネージャーも本気で言ってるわけじゃなくて、なんか STU のメンバーってノリでなんかウエーっていう子が多いからなんか本気で拒否しますって呼ぶか、なんかちょっとなんかいたずらっていうかちょっかいっていう感じに言って、マネージャーさんがもうって感じが多々あるから、そう前々からお話ししたかったので今から申し上げ、ありがとう嬉しい。そう今ね次申し込めるのが12月になるんですけど、10月30日の分はあの直近すぎて範囲外なんですけど、みーちゃんのボブ好きだから話してみたいけど12月だと髪の毛伸びてるよなって思った、そこのあなた今1ヶ月に1回この長さに切るのでキープしますんでそうみんなが褒めてくれるからも調子乗りにいい品ということで、この長さで生きていきますだから、あ、そうだ、そのマネージャーさん、アリちゃんの担当だ。そう、だからアリちゃんの手紙書いた人。だからアリちゃん、そう、だから私と私の担当のマネージャーさんのいいって関係が、その方とアリちゃんのいいって感じだから、多分あれそういうことだ。思い出した。アリちゃんだ。アリちゃんの生誕生の手紙書いたマネージャー。
でもアリちゃんとそのマネージャーさんの会話マジおもろい、親子かなと思う。アリちゃんもうるさいうるさいみたいな、いやだけど違うじゃんみたいな言って、なんかそのマネージャーさんも怒るんじゃなくて、アリちゃんはねみたいな、なんとかでしょみたいな感じ、親子かなと思う。っていうやり取りがありました。そう、だから私と担当マネージャーさんのやり取りを見てそう言われた。でも私もなんか担当マネージャーさんになんかちょっかいかけたいだけだから、そうもう本当に年齢近いのに、そうでも同じなんかなんだろう、同じぐらいの年齢っていうのと同性同士っていうのもあって、そうそう怒る前に こういうことしてくれたらいいのにってずっと言って、偉そうにって言われて、そう別に丸々さん以外に別にこんなこと言わんもんとか言ってそうなんで私だけで言うのみたいな、え丸々さんだからみたいな、なんでみたいな、舐めとるわ絶対舐めとるわって言って、舐めてない別にって言ってそういう本当にマジこんなことばっか話すのよ。そうかと思いきや昨日一緒に帰ってきて私の家の前で永遠20分ぐらいいろんな深い話をずっとするっていう関係でもあるから、そう本当にね、私この5年弱でマネージャーさん6人変わったんですけど、そうなんかどのマネージャーさんもすごい優しくて、すごいなんだろう、すごい助けてくださったマネージャーさんではあったんですけど、ここまでね、なんか私マネージャーさんって別にその担当のアイドルにそこまで下から行かなくてもいいと思うんです、対等に行っていいと思うんですけど、 STU のマネージャーさんって優しいからすごいなんか下からっていうか、全然もっと言っていいですよと思うんですよ、怒っていいし注意していいしみたいな。だしマネージャーさんメンバーもしなきゃいけないけど、マネージャーさんがそうしてくれることがありがたかったりするから、もっとなんだろう対等にやってくれていいのになってずっと思ってて、でなんか今までのマネージャーさんどちらかっていうとそういうタイプが多くて、あ全然気にしないでいいですよって感じだったから、今回のマネージャーさんはダーンって態度だからね、ダーンって感じだから、だから多分なんかなんだろう同級生みたいな感じになってる。そう本当になんかそんな関係ですね今。えあと30分しかない、びっくりした。全然リリーベ関係ない話してるわ。そうでもすごいよねこの5年弱で6人って。そうなんか私はなんか新しいマネージャーさんをなんかつきやすいって言われたことがあって、そうだから新しいマネージャーさんが入ってきてくださった時は基本新しいマネージャーさんにつくタイプだったんですよ。そうでんそうつくタイプだって、でも全然私は全然なんだろう担当してくださるだけありがたいからいいやみたいなスタンスなんだけど、そう今回はそういう判別考える人がみなみと丸々さんはなんか相性がいいって思って、初めてなんか今までそのマネージャーさんのそういう担当とかに私は口に出したことないし、別になんだろう誰でもありがたかったんですけど、初めてその大人の方がここまで相性いいならって言って5年目にして初めて継続に、そう継続1年そう継続でした。そうで初めてだよって言ってよかったねって言って出てた。そう今すぐ担当変えてもらおうって言われてバカっつってそうあそうなんかすごいラジオもすごいねちゃんと言ってくださるんですよ。なんかギャトラップと
まあ、虹色鉛筆もそうだったし、瀬戸宗も全部そのマネージャーさんに一回提出してからあげてるので、そう全部ね、なんかそうなんだろう、ここの発音ちょっと変かもしれないですとか、ここがちょっと早口でちょっと聞き取りにくかったんで今時間あったら取り直しますかとか言ってくれるから、あずますっつってそうだからそこもすごい、なんだろう、自分私がすごいフランクにいけるっていうのと、お仕事面でもすごい支えてくださってるので、そうそうそう、ありがたいですね。ミリオンタックだ、ミリオンタック、何それと思った方はあの週刊少年ジャンプとかのジャンプさんの公式 YouTube チャンネルに動画上がってるんで、ミリオンタック1話から7話ぐらいまであるんで見てくださいそう、今日 あと今日あれですね、瀬戸宗放送日で、私前作前々作わかんないけど2回目なんですよ今回、前作だ、うん、2作連続私のちょ、たまたまなんだけど、私の水曜日が瀬戸宗、私の水曜日が発売日、光栄ですいやめっちゃたまたまなんだけど、別に南の水曜日に合わせて別に発売日決めてないから偶然でしかないんだけど、ありもう嬉しいと思って、そう独り言の時はあの映画のエンディング曲として使っていただいてたので、その作品を紹介したんですけど、今回はヘタレタチオの紹介だったので、私がファンの方にエールを送るときにどういう意図、どういう意味を込めてなんだやるのかなと思ったら、あ基本水曜日発売、あ知らんかった、そのなんていうのルールっていうか、あ知らんかった、そうなんだ、じゃ全然偶然じゃないじゃんあそうなんだ、決まってるんだね発売日って水曜日、知らなかった、あじゃあ全然あのすいません調子乗っちゃった全然あの調子に乗らせてくんないみんなあごめんなさい、黙りますもし喋りますねなんかまあってことはあのこれからも担当できるってことかな、やったそれはありがたいやったやった、あ水曜担当がラッキー、確かに、でもそれも別に私たちが決めてはないので偶然ですね、ありがたい、うん、だからなんか私のラジオから ST48 に興味を持っていただけたらって、私のラジオからヘタレタチオのミュージックビデオちょっと気になるなってあの言ってくれたらとか、そういう思いを込めて今週は撮ったので、今日かまた配信で皆さんと一緒に聞きたいと思います。ここから始まる奇跡という名のストーリー、うん、見守っててくれる、うん、ああとちょいっぱい話すことあってさ、あの今日私インスタグラムを見ていただけたら分かりやすいんですけど、あのミュージケタレタジオのミュージックビデオの時に緑のリボンが配られて、なんかどういう意図なのか分かんないけど、その緑のリボンを使った髪型をいっぱいしてほ、たくさんのメンバーがしてほしいって言われてたから、私まとめ髪がしたかったので、ちょっとインスタを見ていただけたら分かりやすいんですけど、そのなんだろう、ポニーとかこうくぐるやつじゃなくて、パッてまとめ入れる髪の毛が入れたかったから、そうリボンでまとめ、リボンでそのまとめ髪を一緒に編み込んだら可愛いんじゃないかと思って、自分でリボンに立候補したんですよ。多い方がいいって言われたので、じゃあ私リボンやりたいですって言って、だからなんかその例えばこの前の東京アイドルフェスティバルのティフさんだったり、あのその衣装のまま
始まってその衣装のまま終わるって時はそのミュージックビデオ以外では緑のリボン使っていいんですけど、例えば早着替え公演の途中でその衣装に着替えてまた違う衣装に着替えるとかだとリボンとかやってる時間ほどいたりとかする時間がないから、その時のために髪飾りをもう一つ 手に入れたというか用意していただいたので、緑のリボンと緑のリボン組はリボンともう一つ髪飾りがあるんですよ。 MV で髪飾りだった子は1個しかないんですけど、緑のリボン組実はあって、今日の LINE ライブでその髪飾りを初披露してカチューシャなんですよそう、オリーブの髪飾り、え、カチューシャですえ、どういうことどういうこと、オリーブって何あれだよね、香川県のだよね。カチューシャで、そう、それに触れたインスタの投稿を明日しようと思ってるんですけど、そう、髪の毛切ったので、そう待って、娘が知らない間にみーちゃんのお話し方撮ってました、 CT が届いて、え、何それ、親子で STFT と押してくれてるの素敵、じゃあ今度は親子でおいでなすってくださいそう、カチューシャ、なんかなぜかいっぱいあったのよ髪飾り。なんでカチューシャにしたかというと、あのボタニカル衣装わかりますか、フラワーフェスティバルで初披露したやつ、あれを2個こうパーツでやってたんですけど、あれが実はめちゃくちゃ大変なんですよ。なんかミスったって言い方もあれだけど、なんかなんだろう、すごいなんか実はめちゃくちゃ髪の毛に合わせるのが大変で、私基本的にこういうなんだろう、ねじったりとか編み込みでストレートとかしない、ちょっと発光するしないので、そう、下ろしたりする時とかなんか何もしないから、髪飾りとか何もなかったら止めるとこがなくて止まらなくて、あえてしなきゃいけなくてすごい大変だったんですよ。だからなんかカチューシャの子たちがたまに違う子の髪飾り使ったりして、カチューシャが余ってる時があるからカチューシャ借りたりとかしてて、カチューシャが楽だなってずっと思ってたから、次の衣装で髪飾り選べたら絶対カチューシャにしようと思ってたので、カチューシャ選んだらみちも同じこと言ってて、だよねだよねってさカチューシャ楽に思えたよねっつって、で、あの私がカチューシャを初披露したことによって、あの言える情報なんですけど、チームイグミ、あの石田千穂、石田みなみ、今村美月、岩田ひな、全員カチューシャなんですそう、そう言いたかったんだけど、私がまだカチューシャってことをサプライズして黙ってたら言えなくて、そう、それはミュージックビデオの時にみちが教えてくれた、そう、チームイ全員あのカチューシャだよっつってマジっつって、そう、そう、チームイでね、メンバーでも通じるしファンの方にも通ずる、通ずる飲まっちゃったそう、偶然なんだけど、そう、すごいよねでもなんかね、そのみっちが選んだカチューシャ見たことあるかな、今日もつけてたからもし分かんなかったらみっちのツイッターとか見てほしいんだけど、すごいね、なんか独特っていうか個性的なデザインなのね。私はもうこれの、その私がカチューシャっていうか髪飾り選ぶときにそのカチューシャもあったんですよ。けどこれ私絶対似合わんっていうか、これ似合うの道ぐらいだろって思っとったよ、これ似合うの絶対道だわと思ってて、んで実際なんかみんなが髪飾りとか選び終わった後につけたりとかした後に道がそれつけてきてて、だよねっていうさ道それだと思ったみたいなそうだよねって、そうで、みんなしかもそれミチしか似合わんってみんな他にも言ってて、やっぱみんな同じこと思うんだなと思ってそう、すごいなんかなんだろう、なんていうのかな、インなんだろう、タイとかそっち系のなんかっぽいんですよなんて言われで、あの STO っていうとね、行ってきますっていう番組で一緒にタイ行ったんですけど、そのタイの民族衣装を着させていただいたんですけど、それも一番似合ってたのがミチュだし、そのなんか似合うし、ミチュしか誰も似合わんと思ってるそう、ちょっと特殊というか、なんか柄っていうのかな、形というか、そう、可愛いんだけどね、めちゃめちゃ可愛いなと思って選べたかった、一回はめたんだけど、
マネージャーさんにどうっつったら南田はそれじゃないねって言われたからそうで今のカチューシャ選んだので、ちょっと説明ちょっと私めんどくそだったので、今日のみちの、あ、今日みちゅ白しか載せてなかったな、あの振り返って遡った後あると思うのでそう見てほしい。エスニック系、エスニック系、エスニックかちょっとわかんないけど、そなんかそういう感じ、西欧系、違う、なんていうのか、言いたいことが伝われば幸いです。全員写ってやつだから、あ、そう確かに私、あ、私のツイートで全員写真載せてるので、確かにそこで見ていただいたらいいんだ、いい写真だから載せた。でもすごい楽しかった。リリーベの話を全然してない、うん、なんかさ、あのリリーベ LINE ライブ見てくださった方分かりやすいんですけど、ピロピロブっていうってやってピーって出るやつをやったんですけど、私 STU の仕事でピロピロブと携わりすぎじゃない？メンバー一携わってんだけど本当にこの なんだかのさ、そんなさ頻繁にお目にするものじゃないじゃん、お手にするけど、なんか私今回3回目ぐらいそう STU48 に行ってきますでも行ったし、瀬戸チャレでも行ったしで今回3個目なので、そう私なんかもうピロピロブやってた私なんじゃないかと思ったんだけど、そう持久力対決したんですけどめっちゃ弱かった死ぬほど弱かった。一番最初に終わった、肺活量ないのはちょっと分かってたんだけど本当になかったそう3回もすごいよね、逆にお仕事でピロピロ笛と3回も携わってそう自分で作ったこともあるし、てか今回はその作っていただいたのをもらったんですけど、その前の2回はどっちも自分で作ってます。そう そう息が続かなくてステップ踏んでたユミにちょっと意外な、ユミ子はなんかリハで第1回戦組だけやったんですよ、あの流れとして。リハでも一番最初になんか負けてて、で私たちメンバーはユミコはサックスも吹けるし吹奏楽って肺活量大事だからユミコが優勝候補だと思ってて、でユミコがそのリハでも一番最初に落ちちゃって、みんなえみたいな、ユミコみたいな、絶対本気出してないじゃんみたいな、ユミコもいやこれ本番で見せるんよみたいなこと言ってたけど、本番でも一番最初だったから、あのリハのユミコあれ本気だったんだそうなんかリハの時あの力温存してるのねと思ったけど、あ本気だったんだねと思ってさそうそう本番で分かったよねそう本気滝野だった。そうでもなんかあれだよね、息をさもう一気にファーッと吐くタイプと、なんか全部開いてからそこから息ちょっと弱めて持続させるタイプとっていう、なんか個性があったよね個性があって、私は吹き切るタイプだったから早かったよ多分。持続タイプにしたら多分もっと残る、ね、一番最後とはちょっと思うけどもっと残れたはず瞬間の力は絶対見ることない、早いじゃない、強で、ナナさんがあの毛利元就のフィギュアを持って帰って、本当に持って帰った、
本当にこうなってた帰る時そう、そう3本の矢もう妹なのにあーさん の, あの誰に伝えたいですかって言ってファンの方これをファンの方だと思ってってちょっとつぼってた元なりとねそうすごい寒かったけど楽しかった夢みたい迎えりたいなうん、本当ね。そうあれは広島城で販売実際されているらしいので、ナナさんファンの方はね、あれをもし広島来た際に広島城寄った際にお伺い求めしたらナナさんとお揃いになる。ナナさんとお揃いになる。あ、今日月見た。そう、狼が出そうな月だねって話をひなとしてた。そう。ひなで思い出した。今日さ、ミネとひなちょっとめっちゃ面白くて、自分で言うのもなんだけど面白かったことがあって、なんか基本的に今日ひなといたんだけど、なんかその一番最初に放送された2分45秒バージョンのヘタレたちは事前に撮ってたんだけど、撮ってフルサイズは生でお届けしたんですけど、それの広島城まで行くまでにすごい道のりが長かったんですよ。バスが着いたところから結構10分ぐらい歩いてあそこに着いたんですけど、リハで来た時はまだ明るかったんですけど、実際収録に臨む時もすごい真っ暗で、すごいなんかお城っていうのもあってすごいなんか怖いねみたいな話をしてたら、ひながちょっとなんかねこれ多分ね言葉で絶対伝わらない面白さなんだけど、ナレーションしだして、ホラー番組のそうここはみたいな、入ったらだなスポットだみたいな、そうそこに呼ばれたのが STU4816名のメンバーみたいなさ、で私もそこでキュードロ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 キュードロドロドロって BGM して、ほんと2人しかいないから2人だけ喋りながらだから誰も聞いてないんだけど、全然ねさあね、みんなも立ち上がってね、さあスタートだーって言って異変に気づいた南と岩田って言った、日野がえなんか寒くなってきたとか言ってさっていうのを広島城着くまで延々やってたの果たして STU のメンバーは無事にファンの元へ帰ることができるのかっていうのをやっても、なんか本当に2人しかいなくて2人とも声を発してるから私たちしか聞いてないんだけど、ずっと爆笑してねまだなんかちょっとお互いちょっとセンスあって、なんかホラー番組めっちゃ見てんのかなってぐらい、なんかそのおなんか詳しいというか、なんか実際にありそうすぎて、そう面白かったこれが今日一笑った今日一ツボってた私が、もうめっちゃ面白くて、そうっていうのですごい見てました、見てじゃない、それをちょっとファンの方に言おうと思ってたそうめっちゃ面白かったんだよね、ちこんな服だから反射がすごい発光してる、発光ダイオード、発光ダイオードってなんか聞いたことある、何かあったっけ、調べよう、発光発光台 LED か、へえ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 しか言えんかった、
へえ。発光ダイオードと呼ばれる半導体のこと。へえ。でも今日は本当に何だろう、まず発売日としてこう新しいシングルをまたファンの方にお届けできたということと、あのリリーベというかラインライブをこうやっていただけて、そしていろんな特典映像が盛りだくさんだったり、いろんなイベントが 今後発表されたことと、もうオリコンデイリーチャート1位を獲得することができて、そうめちゃめちゃ嬉しくてよく寝れそう。でも昨日めっちゃ寝たのは満腹だったから寝ちゃおうと思って、今日お昼集合だったんだけど12時間寝たよね多分。何回か起きたから途切れ途切れのあるんだけど、もうつなげれば多分12時間は寝てすごい肌綺麗なんだよ今。よかった、ニキビがねちょっと生誕祭終わった瞬間なんか出ちゃったから治りました。全部箱なので今日も明日もお仕事あるっちゃあるんですけど早くないのでゆっくり寝たいと思います。私は、この後の配信、違うこの後配信しないけどこの後配信が終わった後に、今日あの食べた、そして2個目いただいた中華弁当を食べるのが楽しみです。楽しみしみしみ。今日水曜日がラジオ提出しないと現実に戻っちゃって今。お腹空いたんでね。でも変な話、昨日めちゃくちゃいっぱい食べたからあの胃が大きくなった気がする。食べても食べてもお腹いっぱいになら、でも私あの昨日いっぱい食べて絶対体重計乗りたい乗りたいと思って乗ったら 400g 増えてた。すごい今日400g と思って、そう体重がね、そう帰った瞬間乗ったもんね。そう昨日 HDU の設定だ。太った太ったと思って。そう、ラインライブお疲れ様でした、ありがとう。なんか私そのもともとがすごい未熟児で生まれたので太りにくかったというか不健康的な体型をしてるってすごい親からもずっと言われてて、なんか153センチならせめて何キロ前何キロ40何キロありなさいみたいなすごい言われてて、けどなんかなかなかその大台に乗れなかったというか、そうでも今健康的に太ってます。そう健康的に、そうだからマックスでちょっと不健康だったというか、マックスでちょっと不健康に痩せてた時よりかは3キロ増えました。でもなんかずっと頬がなんかげちょりしちゃうのはすごい女の子らしくないっていうか、なんだろう心配、なんか私は別に自分のことどうでもいいけど、うちに行くと言ってたけどファンの方が心配しちゃうじゃん、なんかみーちゃんご飯食べてるとか、そうなんかスタイルの良さってすごい大事だけど、なんだろう見て心配になるぐらいはちょっとなんだろうファンの方に心配かけてるし、私のファンの方すごいですね、そこは食に関しては心配されてるから、そう最近健康的にまるまるともうすぐあの出荷を迎えるぐらいには出荷って。身長も低いので、そうそう。で私ねなんか変な話ね、太ももは凛々しいのよね、なんか太ももに肉がつきやすくて、私太ももと顔の肉つきやすいっていうことに気
気づいた。太ももだ、結構リリシー、太ももしてるの。リリシーちょっとつけることを間違えてそうだけど、リリシー太ももしてるんだ。でお姉ちゃんにも、これでもね ST 入る前からお姉ちゃんに言われてて、みーちゃんってなんか足の、お姉ちゃんに足の先、なんか気持ち悪いぐらい細いけどさ、太もも普通に太いよなって言われてさで分からんどっちみたいなさそうめっちゃ言われてて、リリシーですよね結構。あもう50分や、成長期、身長も伸びるかな、やったやった。とりあえずあと6分ぐらいでトレンド企画は終わります。トレンド入んなかった悲しい。でみんながツイートしてくれたのも知ってるから、なんだろう、一緒に頑張ってくれたみんながいるのが嬉しいよ。けど悔しい気持ちもあるから、また注目していただけるように頑張っていかんとですね、うん、そして迷惑今日のフルの動画見たいな、私終わった頃に入ったりすること本当。じゃあ12時過ぎて、あのみんながみんなさ0時までにお仕事終わってるとは限らんじゃん。12時終わって、そんなできなかったって人がさ、できなかったけど自分もツイートしとこうって思ってくださる方もいるかもしれないもんね。私も見とこう今日寝るまで。だからなんか普通になんか微笑ましいんだよね、なんかなんだろう私あのちょっとファンの方の話してて、メンバーのことを一番褒めちゃうんですけど、私が一番あのハッシュタグヘタレエピソードで笑ったのは内海りねちゃんのツイート。なんかシンプルに舐められやすいみたいな、みんなにそれあの帰りながら見てたんですよ。あかりんと歩いてて爆笑したのよ。じゃああかりん見てっつってこれ一番ちょっとみんなの中でこれ一番だわと思ってさめっちゃ笑ったんだよね。面白いリネタンと思って。えってかリネタンでちょっとあの私ちょっとね、あの自分がさ自信ないから、人から褒めてもらうことで自己肯定感上げていこうってタイプなので、それをすごい共有したいから、こいつめっちゃなんか自分褒められてることめっちゃ話すやんと思うかもしれないけど、ちょっと話していいなんかなんだっけな、昨日のまだあと2分ある、6分から大丈夫。昨日ね1日ロケだったんだけど、マネージャーさんと、沖縄出身の女性のマネージャーさんと今日ずっと1日一緒だったんですよ、スタッフさん以外で。でなんかあの料理とかのその物撮りをしなきゃいけないから、カメラマンさんとかディレクターさんとか音声さんとか全員行ってて、私は車で待機してていいよって言われたから、マネージャーさんと結構30分ぐらい話す時間があったらずっと喋っとったんですよ。でなんでか分かんないけど 2期生の話になって、なんだっけな、でなんか2期と仲いいって言われて、なんか仲良くしたいけどなんかやっぱユニットが違う子とかはなんかまだ話してないから、もっともっとやっぱなんだろう、距離を縮めていきたいなと思いますねみたいな、人見知りって言い訳できないですもんね先輩仲間で話をしてたら、そのマネージャーさんが、えでもみなみさんめっちゃ疲れてるイメージあるって言われて、えなんでなんで教えてってえなんか尊敬する人はとか好きな先輩はとか、みなみさんの名前結構出てくるよって言われて、え誰名前で教えてってあこんばんはこんばんはでその時に出てきたのがリネタンだと、そう内海かなって言って、うつみだった気がするみたいな、みなみさんの喋りが好きってうつみが言ってた気がするって言われて、あでもりねたんはみたいな、直接言ってきてくれたことありますみたいな、えかわいいとかわいがろうとみんなもちろんかわいいそれはそう嬉しかったんや。なんだろう、本人に言うよりかはさ、人に言って人から伝わったのってガチじゃん嬉しかった56分ということで、ランチを見たいと思います。はい、リアルタイムランキングなのでそんなようなコメント読めないです。いきます。
ちょっと紫コーンか。ちょっと腕まくりした肌の認識をします。13位パンダメさん、パチ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 。12位トワと台湾トンさん、パチパチパチ。あ、変わっちゃった。13位ピアニッシモさん、デイリー1おめでとう、ありがとう、みんなのおかげ、パチパチパチ。12位リョーニャさん、パチ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 。11位ホークさん、パチ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 。10位キムコさん、パチ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 。9位ポムさん、パチ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 。あ、切れちゃった。8位ハマチェさん、ピロピロヘタレストップステップしてたおみーが今日の MVP。 どんなステップしてたんだろう、客観的に見えてないからな。でも褒めていただけるなら、まあ、良いステップだったんでしょう、ありがとう。7位、パンダメさん、パチ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 。6位沢山さん、パチ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 。5位ライディーンさん、パチ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 。4位、ダッタンさん、パチ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 。3位軟骨くんさん、ナナさんおめでとうね、ありがとう、パチパチパチ。2位ワンくんさん、みーの笑顔が一番、お弁当ちゃんと食べるよ、食べます、ありがとう。そして1位はデルルルルルルね、ハルシーコさん、僕のヘタレエピソードを見てね、みなみってつけてくれた、つけてなかったらリップかなんかで追加でつけといて見ます、多分それだと気づきやすい気がする。1位ハルシーコさんでした、ありがとう。それではキャッチアイズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよってください、いきます。あれみんなどこどこ、見つけた、みーのことしてみひん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身みーこと石戸南でした。あと2分、はい。そして、本当に今日3シングルが発売できたこと、皆さんとそれを共有できる場があったこと、そしてオリコンデイリーチャート1位、本当に本当に嬉しいです、本当に本当にありがとうございます、これからもよろしくお願いします。そして、まあ、今日の、まあ、ヘタレステップとか何でもいいけど、あのみーちゃんへの感想を伝えたいだとか、いろいろなんかみーちゃんめっちゃ可愛かった、みーちゃんしか勝たんっていう人がいたら7枚目のお話し会も再販中なので、ぜひぜひお待ちしています。ボブのみーちゃんが見たかったから12月は伸びてるだろうなって思った、そこのあなた、毎年じゃない、1年に1回じゃない、毎月切りに行こうってぐらいこの長さをキープしたいなと思っているので、ぜひぜひあのお話し会いに来てくれて嬉しいです。みーちゃんとお話ししてくれる子、してくれる方、金指と生まれ最近ちょっとたまっちゃったこれそれでは今日も一日おつみーちゃんでした。明日も頑張りみーちゃん、皆さんにとって何かを、皆さんにとってこの7名目の働いたちよが支えになってくれる楽曲になってるといいなって思います。怖い、時間が怖い。じゃあ今日も一日ありがとうございました。今日もみーちゃんはみんなのことが大好きでした。いつもだけどな、まあ、たまにしか言わんよ、ははは。いやちょっと、ま、切ってくれ、恥ずかしい、切ってくれ、まあ、恥ずかしい。バイバイ。